はい、どうも皆さん、コンシェルジュです。今日は12月24日ということで、クリスマスイブですけれども、本来この動画を見てる場合ではないですな。本来こういう動画を見てる場合ではなく、お外に行けばいいです。で、今、別れてね、一緒に遊ぶというか、お出かけするパートナーがいない。で、友達も誘ってもなんか恋人がいて、その誘いに乗ってくれないし、みたいな状況で一人だったとしても、あなた一人でも外に出かけなければならないですよ。うん。そのね、悲しい気持ちはわかるのよ。すごい悲しい気持ちはわかるんだけど、悲しい時にいかに早く気持ちを切り替えられるかっていうのがすごい重要ですからね。で、それはその何もない時には、例えばじゃあ切り替えスイッチだとか、今まで気持ちを切り替えることたくさんご説明してきましたけれども、何もない時じゃないじゃないですか、クリスマスって。外に行けば光ってんじゃないですか、街が。だから気持ち切り替えやすいんだから、外に出かけてですね、気持ちを切り替えてきてください。今夜の、例えば7時、8時とかであっても、今からセブンにでも行けばなんかクリスマスの飾り飾ってあってさ、クリスマスケーキがうんぬみたいな、なんかあるじゃないですか、まだ。で、それでワクワクするのもいいし、じゃあその今ね、どうしても外に出かけられないんだったら、明日25日ね、明日25日になれば、ケーキがお安くなっておりますよ、皆さん。ケーキを買いに行く算段は立てましたか？明日朝一でじゃあケーキ買いに行こう。一人暮らしでもケーキ買いに行って、で、ちょっと安めにね、ホールケーキでも買えばいいじゃないですか。で、冷蔵庫に入れておいてさ、2、3日それで食いつなぐ。ね。クリスマス的な行動を気持ちを切り替えてできないとダメなんですよ。で、これ夏にも言ったんですけど、夏なのに何にもやってない人やばいですよっていう話はしました。あれだけ遊べる季節に何にも動いてない。いくらね、気持ちが落ちちゃってるとはいえ、例えば5月6月に振られてとかさ、6月7月に振られてもう夏もうドーンってなってるとはいえですよ。でも夏動けないなんて、じゃあいつ動けるんですかって話はしたと思うんですけれども、今も一緒ですよ。今このクリスマスの時期に外に出れないやつと復縁はできない。そんな引っ張るやつとは復縁はできないです。ですから、気晴らしですよ。気晴らしでもいいですから、とにかくそのお靴を履いてですね、お外に出かけて、なんかクリスマスっぽい食い物を買ってきて、で、また家に帰ってきて、テレビ見るなりなんなりして、この24日とか25日を日常と同じ過ごし方で過ごすのは絶対にやめて、面白くない人だから、それは。はい。っていうのが、まず、その今、クリスマスね、何にもやることがないかもしれない方もいるかなと思ってこの動画を撮ってるわけですけれども、で、今回の動画で一番お伝えしたいのは何かっていうと、明けおめですよ。クリスマスはまあもう終わるわけじゃないですか。そうすると明けましておめでとうのあれが来ますね。で、その時に元カノ元彼にどうすべきっていう話がメインなんです。で、どうすべきも何も、まあ、答えは一つしかなくて、それは明けましておめでとうの連絡は送ってください。これは送ってくださいですね。送ってくださいです。その、明けましておめでとうは絶対に大丈夫。っていうか、大丈夫はないかもしれない。もちろんその、なんだうぜえなって思われるかもしれないけど、一年の中で一番相手に連絡しても良さそうなのって明けおめじゃないですよ。それ以外ないからね。それ以外は、なんかいろいろその、まあ作戦考えてじゃないけど、このタイミングでいいかなとか、その難しいタイミングばっかり考えてるのもまたダメなんだけどね。またそれもその策を練ってる感じでダメなんだけど。でもまあ、その、この時期だといいかなとか、元カノ元彼は、今この時期なんか国家試験があるとか言ってたからダメかなとか、それぐらいのね、まあその時期の判断とかあると思いますけど、この今の時期のタイミングっていうのは、そんな細かいこと考える必要もなく送っちゃっていいです。明けましておめでとうは。うん、それを、じゃあいつ送るかっていうのは、いつがいいと思いますか？それは0時00分です、それは。ね。みんなからバーッと来てるでしょ。明けましておめでとう、明けおめ、ハッピーニューイヤーっていう中に、あなたもこう滑り込んでいけなんて、ね。で、滑り込んでいって、あなたからも明けましておめでとうが、みんなから来てる中に、あなたからの明けましておめでとうも滑り込んだら、なんかそのまとめてハッピーっていう感じになるから、なりやすいってことだよね。で、その時にポイントはそのあなたの性格によって若干その明けおめのテンションが、を変えた方がいいってことです。で、これも簡単、そんな難しい話じゃないんです。当たり前のことをやればいいだけなんです。で、当たり前のこと何かっていうと、まずあなたがいつもテンション高めなタイプ。テンション高めで楽しい。で、その友達もたくさんいる。で、例えばそのあなたが浮気したとか。とにかく、相手、元カノ元カレと比べて、あなたのはっちゃけ度が高い。っていう場合には、元気すぎたらダメですよ、それは。今までの自分とちょっと違う
雰囲気を出していかないとダメなので、あなたがテンション高めな感じの女子男子なんであれば、明けましておめでとうのご挨拶はご丁寧にというか、丁寧に丁重に、昨年度は、まあ、ご迷惑おかけしましたと。今年も何かご縁がありましたらどうぞよろしくお願いしますみたいな。何かご縁がありましたらっていう言葉つけるといいんじゃないかな。うん、何かご縁がありましたらなんて普通のね、明けおめにはね、つかないでしょ、うん、それは相手、普通の人間であれば意味は伝わります、うん。この何かご縁がありましたらっていうこの謙遜感は、ああ、こいつ謙遜して言ってんなって、本当はなんかまあ、その仲良くしたいのかもしれないけど、うん、ご縁なくてもいいです感っていうの、それありますからね、言葉の中に。言葉尻の中に。ご縁なくてもいいです。でも何かご縁がありましたら今年もどうぞよろしくお願いしますっていう言い方。そういう言い方をするといいんじゃない？それだと重くなくして、同時になおかつ、まあ、もし何か縁があったらあってやってもいいかなっていう、その雰囲気を刺しておくことができるというか、相手の心にそのメッセージ感は伝えることができるんですよ。でも会いたいって言ってるわけじゃないからね。何かご縁がありましたらだから。何にもご縁がなかったらもちろん会わなくていいんです。もちろんです。だってもう別れてるんですから、感があなたから出ているっていうこと。それって謙遜じゃない？うん。だから、本年もね、もし何かご縁がありましたらどうぞよろしくお願いしますって。ね。LINE の一通でも送ったりさ。あとはその明けましておめでとう年賀状画像。うん。送るのもいいんじゃないですか。それは、まあ、テンション高い人はそうした方がいい。そして次に、テンション低い人、比較的テンション低い人の方が依頼者さん、相談者さんの中では多いかな。テンション高い人は、やっぱりまあ別れても振られても他にね、恋人探しに行っちゃうからさ。だから復縁勢ってどっちかっていうとテンション低め。で、あんまりそのわーいわーいっていう人じゃない人の方が多いです。で、そういう方は、うん、そういう方はちょっと元気な感じで行った方がいいですよ。例えばそうだね。昨年だね。昨年は迷惑をかけてごめんねって、びっくりマークつけて、で、その上で明けましておめでとうございます。良いお年になります、良いお年になりますようには、その31日だね。2024年が良い年になりますようにっていう感じがいいんじゃない。今年もよろしくお願いしますはこの場合つけちゃダメなんですよ。うん、あなたがそのテンション低めな感じの、その、まあ、性格で、で、ちょっと無理してテンション高めに今みたいな感じで連絡をするとする。その時に、今年もよろしくお願いしますは、無理してる感が出る。無理して、なんかその、今年も何か私と関わってきたいのかな、俺と関わってきたいのかなっていう感じが出るから、まあ、今年もよろしくお願いしますっていうのは、あえてはつけなくてもいいかなっていう気がしますね。性格がおとなしめの方は。ただこれも本当ケースバイケースで人にもよりますから。で、僕のその依頼者さんとかからもご相談されて、ネット復縁工作とかにお申し込みしていただいてる方なんだけど、で、年賀状画像を作りましょうみたいな話も結構してたりとかしてて、で、年賀状画像の中に、まあ、その今年もよろしくお願いしますっていう文面入ってる方とかいるんですけれども、それはそれで問題ない人だから問題ないですねって僕アドバイスしてるのね。問題ないタイプもいますし、問題あるタイプもいますけど、基本としてそのテンション高めに送る場合は、そのテンションの高さ自体がメッセージであるので、そこに付け加えて今年もよろしくねっていうのは言わなくていいのさ。皆まで言うなっちゅうこと、ね。それはもう雰囲気で伝わるから。雰囲気で伝えるためにテンション高く言ってんだからさ。なので、その今からちょっと自分の性格とか考えて、で、人に聞いてもいいし、こういうメッセージ来たらどう思うって、まあ、ね、相談できる人がいればさ、そういう人に聞いてもいいけど、ね、そのテンション高めで送るのか、それともそのテンション低めで送るのか、自分はどっちのタイプなのか。あなたがテンション高めだったら低めよ。あなたがテンション低めだったら高めで送るのよ。基本ね。うん。それで考えてみて、で、まあ、0時00分に LINE のメッセージを送ってね。まあ、メールでも、メール、まあ、LINE だと思うけど、で、年賀状画像を作れる方は年賀状画像を作っちゃっていいです。で、その時に自分の写真入れてもいい場合のケースが多いんですけど、最近別れた方は自分の写真あんまり入れなくていいですね。最近別れた方、まあ11月とか。11月、12月中に別れた方が、
1ヶ月、わずか1ヶ月後、2ヶ月後の明けおめ連絡の年賀状画像に自分の写真つけたって何も変わってないよ、それは。別れた時の嫌な思い出が蘇るだけだ。だからその場合は、最近、ここ1、2ヶ月の間に別れた人は、自分の顔写真まだ見せなくていいわ。でも、例えば夏過ぎ、秋とか、ぐらいとかに、より前に別れてる人は、自分の最近のね、うわーいっていう写真とか、なんかしっかりした、なんか立派なことしてる写真とか、なんかの発表会の写真とかを、その年賀状画像の中に自分の写真入れて送ってもいいじゃない。さもみな、で、その文章の中に、皆様って入れればいいの。ね、うまく考えればいいの、そこは。皆様って入れたら、この画像全員に送ってんだなってわかるじゃないですか。皆様今年もとかね、皆様昨年もあって入れとけばいいんですよ。ね。そうしたら、ナルシストかなとは思われないよね。なんか自分の顔写真年賀状って入れるよなって。思うはずだから、そういう年賀状はみんなね、子供の頃から、なんかは、親に届いてる年賀状とかで見てるはずだからさ、そういうのあるよなって思ってくれるんで、で、なおかつ、久しぶり、3ヶ月ぶり、4ヶ月ぶり、半年ぶりぐらいに、見た、あなたの顔、あなたの雰囲気が変わってればさ、相手の印象に残るので、お久しぶり、明けおめぐらいな返事は来るかもしんない。で、今年もよろしくって言われると、ちょっとまた前進、前に進んだなって感じするけど、相手としては今年もよろしく言いたくねえなっていう気持ちになるかもしれない。それでも、マイナスではないから。で、そこでそのくさびを打っといて、で、また今後につなげていくっていう。だんだん復縁というのはね、いきなり友達には戻らないからさ、まずその友達ごめんなさい。いきなり恋人だね。いきなり恋人にバーンって戻るのは、あんまりないから。戻る場合もあるんだけど、あんまりはないから。まずちょっと仲良くなって友達風味になってから、考えてみたら、ありかもっていう感じで、改めて復縁っていうのもありかもっていう感じで、戻っていくことの方が多いので、なので、その布石を打っとくための、明けましておめでとうのご連絡というのを考えて、で、実行すべきです。このチャンス逃すと、いつってなると、春までないよ、あんま。で、もちろん、ネット復縁工作とかやってね。ネット復縁工作とかやって、じゃあ、ネット復縁工作の、期間2ヶ月ぐらいだとしてさ、2月ぐらい、2月、3月とかに、終わりましたってなったら、まだ、春、爛漫っていう時期ではないけど、それでも連絡しちゃった方がいいケースも多々ありますが、普通に考えた場合は、この時期逃しちゃうと、相手の嫌な気持ちを抑え込みつつ、連絡できることってないからね。この時期がそもそもハッピーニューイヤーっていう、この日自体が相手の嫌な気持ちっていうのをぐわーっと抑えてくれてるんだから、この時に連絡を送んないとそれはもったいない。で、その時に当たっては、やっぱり調子乗っちゃダメだし、で、その今までと同じまんまでもダメ。調子乗っちゃダメだなと思って、今までと同じ、ちょっとそのテンション低めのね、性格おとなしめのあなたが、性格おとなしめに送っても、もうその性格おとなしめなのが嫌だって言ったじゃんって思われるかもしれない。だからちょっと今までとは少し違う。今までの自分と真逆の雰囲気でメッセージを送るっていうのが、基本スタンスになるわけです。はい。っていう感じで、クリスマスね、やることない。もしかしたら、やることないあなたは、12月じゃない、12月31日、1月1日の0時に、メッセージを送るっていう作戦を今から考えて、で、年賀状画像を作るんなら作れるでしょ？まだ1週間ぐらいあるんだからさ、ね。そういうのをやりながら、楽しく年末を過ごしていかないといけない、年末年始を。そして、やるべきことをやる。自分自身の気分を自分で上げていく。で、よく環境は重要って言葉があるよね。意志の力だけではなかなか人間は、立ち上がれないというか、僕だって意志の力のみによって頑張ってるわけではない。環境を味方につけるっていうことを、すごく意識してきたし、今まで。自分はもちろん意志の力強い方だと思うけど、意志の力を増幅させる方法を知ってるんだよね。それは環境っていうことです。例えば、何度も言うけど、こういう飾りですよ。ね、楽しかった !12 月は。こういう飾りいっぱい作って。他にもいろんな飾り作ってんだ。いろんな飾り作って、ネット復元工作などにも役立てておったりするんですが、その作業にも役立てておったりするんですが、いろんな飾りを作って楽しかった
で、その飾りを作るからより一層クリスマス頑張らないとっていう、クリスマスに向けていろいろやることあるよ。でクリスマス前の段階、まあその12月の半ばの段階で年賀状とかで、そこはその奥さんにその宛名書きしてもらったりで僕やってないんですそれ。年賀状はお願いっつって、俺それ字が下手なの。僕の直筆の僕の字見たことある人分かると思いますけど、あ、復縁マニュアルコースとかにお申し込みされてる方は分かるね。あのあれ僕の直筆の宛名僕書いてますから、こいつ字そんな上手じゃねえなっていうの分かってると思うんで、はい、一生懸命書いててあんな感じなんです、うん、あの気持ちを込めて書いてもあるんですよ。だからそんなに上手ではないなっていうのが分かってらっしゃると思いますから、だからその字がね、奥さんは上手なんですよ僕より。だから奥さんに宛名書きしてもらってごめんねごめんねって言いながら、うん、で年賀状の準備をしたりとかですね、それも大変だった、大変だったけどクリスマスに向けてだ、年末に向けてだっていう気持ち、意志の力で行ったわけですが、頑張り続けたわけですが、そして今も頑張っているんですが、それはなぜかというと、こういう環境が俺に語りかけてくる。頑張れと。クリスマスだってお前言ってんだろって感じで。で、クリスマスだぞって、楽しいぞって言ってくるわけ。それで、わあ、頑張るかいっていう気持ちになって頑張れる。意志の力を自分でブーストさせる方法を僕は知っているってだけ。なので意志の力が強そうに見えるんですね。となるとですよ、はい、お正月、これは皆さんに言っておかないといけないなと思いましたので言いますけど、お正月飾り買えってことです。うん、さあ、声優の入り口とイオンの入り口にあんじゃん。玄関にかけるよ、車に飾るよ、ね、あるじゃん。買いな。うん、で、そう、鏡餅とかも買いな。一人でもよ、一人暮らしでも。そんなことやってる若造いねえんだね。いねえんだってことは、そんな中であなた、例えばその20歳とかのね、若いあなたが、そんなことやってる若造いない中、あなたがそういうことやってごらんなさい。気持ちがまず楽しくなるよ。他の奴らやってねえんだろうな、これって。お、なんか、俺の部屋正月っぽいって思うかもしんないよね。それが自分の自信を高めてくれるよ。そして実際その習慣が、復縁とか、人間関係とか恋愛関係に必ずつながる。そんなことやったことないやつと。そういうそのめんどくさいこと、はためんどくさくてやったってやらなくたって意味ないよね。別に正直さ、なんだろう、鏡餅飾ったってね、何になるわけでもない。むしろ一人暮らしの我々、特に男にとっては、その鏡餅の中に入ってる餅どうするっていう、餅を焼く機能がねえっていう感じの一人暮らしの方もいるからね。トースターでこれ焼けばいいのか、どうすればいいんだいっていう、醤油に砂糖ねえなみたいなね方もいらっしゃると思うから、買っても意味ねえんだ。特に独身の男なんかにとっては、特にだけど、で独身の女性にとっても、そう、めんどくさいでしょ、お餅のね、その処理、お餅の料理、きなこ餅作る大変よめんどくさいですよ。で、そういうさ、そのめんどくさいものを飾る、必要のないものを飾る、この無駄行為を繰り返してきた人間と、無駄から逃げてきた人間とでは、人間の器の深さが全然違います。だから若いあなたはなおさらやってほしい。で、そういうその無駄なこととか、めんどくさいこと、意味ないことを積み重ねてきた人間は深いのよ。で、相手のわけのわかんない行動、例えばそのこれから復縁するにしても、なんかその自分磨きの一環として他の女性とか男性と付き合ったり遊んだりするにしても、相手のその、まあ、恋愛だけじゃないね。とにかく、その職場でも何でもいいけど、相手のわけ、わからない腹立つ行動、理解しがたい行動に対する、受け入れ力。それを、まあ、お餅の話出しましたから、お餅のようにね、包み込んで、まあ、いいんじゃないって言ってあげる力。そういうのも、その無駄な行動によって深まっていくのよ。無駄なことやったことないやつは、カリ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 してるでしょ？無駄なこと嫌いなやつはカリ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 してる。めんどくさいことは嫌、意味のないことはやらない、理屈でこう合理的じゃないものはやらないっていうね。なんだポルポトかっていうごめん、ね、ポルポトかっていう話になっちゃう。何理論で動いてる、なんかの革命をする気じゃないよねちゃんとその人間の無駄さ、そしてその非合理性っていうのを愛していく人間こそが愛される人間なんですよ。なので皆さんも、その、まあ一人暮らしであっても、お正月飾りちゃんとやろう。僕もやるから。ね、僕はまあ家族いるから、
やらないと筋が通らないというか、メンツ、固形に関わるんで必ずやりますけど、皆さんもちゃんとやってください、一人暮らしでも。で、そういう家には泥棒は入らないの。入りがたい。入りづらいよ。例えば泥棒がね、アパートをこうやって見た時にさ、クリスマス飾り飾ってるところなんか入りたくねえよ。ねえ。ちょっとその、僕泥棒やったことないけど、夜中、クリスマス飾りじゃない、正月飾りね。正月飾り飾ってる、その、アパート、わーって玄関見えるアパートとか見てさ、正月飾り飾ってるとこ入りたくなくない？なんか。泥棒心理としては。ちょっと行ってみ？夜中、今行ってみ。うん、今から今日の12時、うん、今日の夜12時24時に行ってみ。で、近くのその、ちょっと開けた感じの玄関見える感じ系アパートちょっと様子見てみ。だから飾ってる家、クリスマス飾りとか、なんだろう、その正月飾りとか飾ってる家、なんかありそう。なんか防犯カメラとかも飾ってそうっていうか、設置してそうだしね、なんかなーっていうのあると思うよ。で、最初から狙われた場合はさ、こいつんち金持ってるの確実っていうことで、狙われた場合は狙われるけど、なんかやっぱりそういうね、飾りつけてるっていうか、活動してる感ある家っていうのは、泥棒にとっても恐ろしいところなんですよ。なんかその金持ってそうだけど、なんか静かな感じのお家に入りてえじゃん。なんかね、大ごとにならなそうな家。正月飾り飾ってる家、泥棒入る？それあれじゃない？ちゃんと、ね、なんだろう、正月は結構夜遅くまで起きて家族団らんやってそうじゃない？そんなとこ泥棒入ったらねっていう気持ちになっちゃうしね。いろんないいことがあるの。無駄に見えることにもいろんな風につながってるんで、あなたもその無駄なお正月飾りをやってくださいと。はあ、そんな話、はい、あえてちょっと長々と話しました。もしかしたら今日クリスマスイブね、何もやってないというか、どこにも行けないっていう、その気持ち、分かっているけど外に出れないっていう方もいるかなと思って、ちょっとその、頑張って、お話しさせていただきました。どうでしたでしょうか？ 15 分くらい話した。15分、20分くらい話したかな。はい。なんか、あなたの気晴らしというか、気晴らし兼、まあ、復縁のためのね、ポジティブな気持ちを、こう、蘇らせるようなお話になればいいなと思います。はい。今回は以上です。頑張っていきましょう。コンシェルジュでした。ではまた。